腰が痛い座りすぎて。さあ、今日は発掘あるある第2弾ということで、前回は大好評でしたけれども、カープの、佐藤圭介選手、はいはい、取り上げて大好評でした。いや、いいよ、あの選手もね。そうですよね。いや、だけどこの前さ、阪神オリックスのファームの試合を見てたんだよ、はい、おーと思った選手がいる。これは2人いる、両チームにいる。まあ、1人はいいだろうなって思ってた通りに良かったんだけど、うんはい、もう1人、うん、阪神の山田、うん、山田修也選手、ショートの子、はい、仙台育英、はい、ぼーっと見てたんだよ、うん、だから誰の当たりだったかな、カーンって打ってパパッとさばいた、え、誰だと思ったら、はい、山田だったんだよ、はい、ちょっと中途半端な打球になりかけてて、うん、それをスッと溜めてパーンと取りに来たんだよね、うん、この取り方はね、18歳でできない。仙台育英からドラフト3位。そうそう、はい、うまいうまいって聞いてたけど、まあ甲子園の時の守備はね、うん、ちょっと見たことあるんだけども、はい、プロに入ってプロの打球をバッティングでも間が大事だって言うじゃない、はい、あのね、守備の間があるんだよ、はい、トンって取る、だから狙って取れるという、それ流れで取る選手はたくさんいるんだよ。あ、そうですね、うん、でも狙って取る選手ってなかなかいなくて。誰タイプですか？深夜タイプかな。宮本慎也さん、堅実ですね、すっごい、あ、怒るかもからんけどさ、どっちが宮本さんが、いや、でも、なんていうのかな、うん、その独特な間ではない基本的な間っていうのがいいんだよね、うん、それってやっぱりその練習してできる、身につくっていう、やっぱセンスだろうな。いや、センスがいいわ。で、現在ファームに出場して打率が2割5分3厘、はい、で、安打が21本、そして打点が5というところで、守ってももちろんいいですし、打つのも、打つのはね、俺見たけどね、うん、まだちょっと時間がかかる、うん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 、スイングのスピードっていうことに関しても、はい、まだもうちょっと欲しいなっていうふうに思うし、うん、だけど守備は今でも使える、うん、ぐらいの感じがする。ただ阪神のやっぱ内野っていうと強固じゃないですか、うん、いや、強固だからポロポロするから、あ、します、ポロポロはありますよね。いや、だから、うん、本当に守備固めで欲しいってなったら、はい、使えるよ。え、これは、うん、現実的に今年は見るのは難しい。いや、ちょっと難しいかもからない、そんなに慌てる必要のもないし、ないか、そうかそうか、だから顔もいいんだよ。そうらしいです。顔男前なんだよ。それとね、右バッターでしょ、はい、あ、でね、左は多いんだよ、はい、でも、まあ、阪神は比較的右多いけど、うん、でもやっぱ貴重な選手になるだろうなと思ってさ、はい、守備は魅力的だわ俺は。あ、そうなんですね。これあのアンダー18のワールドカップでも世界一に輝いている時の選手ということもあるので、はいはいはい、まあ、次世代の主力を目指すと。打順的には何番タイプなんですか？まあ、その時は9番打ってたんだよね、うん、まあ、だけど、まあ、2番とか、うん、そういうあたりはいけるんじゃないの、うん、まあ、1番になると足がどのぐらい速いのかっていうのはちょっとつかみきれてないけども、はい、でもあの足のさばきを見ると、まあ、そこそこ走れるかなっていうような気もするし、はい、だから2番とか、うん、まあ、そういうあたりがまあ適任なのかなっていう。だから小技も効きそうだし、はい、だからいい選手になるだろうなと思って。もうこれは木浪選手、小畑選手の後釜と考えてもいいんですか？あ、全然いい。ゴールデングラブなども将来的には気が早いね。いや、阪神ファンはもう思ってますよ。お母さん、お母さん気が早いよ。いや、もうお母さん気になる。十分取れると思う。顔が良くてゴールデングラブも取っちゃう。そうそう、そう、女性ファンがもうほっとかないですね。まあな、うん、そこら辺で間違えないようにしてもらえないとなあ、そうですね、うん、そうですね、やるべきことを間違えないように。まあそうだね、ですけど、まあ、だから本当に貴重な戦力になってくるだろうなっていうふうに思うよな、うん、土のグラウンドでああいう間が持てて、流れじゃなくてしっかりこう掴むというかさ、ボールを、うん、まあ、そういうことができるから、うん、まあ、大したもんだなと思ったけどね、うん、例えばファームでのオールスターに選ばれた。ああ、もちろんもちろん、うん、だからまあその時に、まあ、みんなチェックしてもらえると、はい、まあ、嬉しいけども、今ね、投高打低になってるでしょ、はい、これからの野球ってもっとそれがひどくなってくると思うんだよ。ピッチャーがものすごく力をつけて、はい、バッターが追っかけるのに必死だと思うんだよ、うん、そしたら何が一番大切かっていうと、やっぱ守りなんだよ、うん、守れないやつは打席に立てないっていう時代になってくる、はい、
だってポロッとしてそれが失点だったらそれだけで負けちゃうから。そうですよね。いやだから本当に守れるっていうのは最大の武器になってくる、うん、今度、うん、その山田という選手が出てくるのが楽しみだね。特にね甲子園の内野ってなるとやっぱり守備で、ねうん、あの難しいっていうところもこうゴールデングラブ取ったりとか、まあ、いい守備を見せてくれるとファンも喜びますしね。もう甲子園で守れるって言ったら最高にかっこいい選手になるからね。そうですね、うん、期待したいですね、はい、さあそして豊さんもう一選手今日はやっぱこれはね、うん、下馬評通りっていうか、はい、キャンプの時にちょっと見たんだけど、はい、横山オリックスの、はい、横山誠也選手、はいはい、ドラフト1位ね上田西からですね、はいはい、キャンプの時にああガタイがいいな、いやバットよく振れるなって思ってたの、うん、で久しぶりにあ横山確かいるなと思ったらやっぱもう3番打たされてる。現在ファームの成績が現時点で3割8分50打数の19安打6打点というところで3割8分いやそれでね9回だったか延長10回だったか茶野が一塁出たんだよ、うん、同点でね、はい、横山に回ってきてオリックスベンチどうするかなと思って、うん、あやっぱり若いからバントでもさせるかなと思ったら、うん、打たしに行く。おだ相手が湯浅だよ阪神の、うんはいまあ、確かに湯浅は状態が悪いからファームにいるけども、うん、それでも150キロ近い球を投げてるんだよね。ここら辺の高めだよ、はい、力負けしないでパーンとセンターに持ってってヒットだよ。おうわその打ち方もちょっと大きく出たんだよね、はい、それを少しキュッと縮めて芯を当てにいってんだよ。うわーと思ってこれができるんだと思って、はい、ほれぼれしちゃったほれぼれしちゃった山田と横山が重なったら、うん、もう一軍で出てるあ合体したらそう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 あそうなんですね。そんなバッティングできるんですね。いやだからびっくりした。すごい、こんなバッティング高校生上がってすぐできるんだと思って。それも木のバットでね。そうですよね。で相手は湯浅、はい、もうね俺らの時代だったら一軍で活躍している選手、うん、あ湯浅さんだみたいな、はい、そういう風に全くなってない、うん、もう見逃しみたいな感じだすごい湯浅工業みたいなすごいすごい度胸がすごいカチェーンって打ったトライ中上田西注目されてましたからね。ただセンター前じゃないんだよね。やっぱバットコントロールを見せてくれたから、うん、わーと思ったんだ。そもそもその高校の時からその魅力っていうのは、あそれはバッティング、うん、それとねやっぱね所作がやっぱすごく良かったね、はい、グラウンドでの立ち姿ショートのポジションの姿、うん、あこれはやっぱセンスを感じるなっていうような、はいまあ、そういう選手だったんだけど、まあ、改めて試合を見てプロに入って、まあ、1打席だけど惚れ惚れしたな。だから山田が一つさばくそういう光を見せてくれたのと、うんまあ、同じだったよ。横山選手も、うん、であの上田西高校時代通算30本塁打打ちましたけれどで中軸を打ってましたけれどもオリックスではどういった感じの選手になったんですか。まあ、将来的にはやっぱ中軸だよな、うんまあ、内野の吉田正尚のような感じになってほしい。内野版吉田正尚それもショート内野でショートか。いやこれはスター選手ですね。そら紅林も必死にやるわけだよ、うん、見たらあこいつ いかんと思うもん。中軸打ててそのクリーンナップを打てる選手でショートっていうと花形っていうとやっぱり坂本選手が業界で挙げられますけど、まあねまあ、彷彿させるような肩も強いんだよ。あそうなんですね。だからすごいよ。そうですね。山田にあのバッティングがついてればみたいな。ニコイチになればニコイチになれば速攻も活躍、まあ、守備もそんなに下手じゃないしね、うん、このじゃあ横山選手も今年のフレッシュオールスター。あもう間違いなく出てくるよ、うん、ウエスタンの中軸打ってると思う、はい、ああそうなのか。何か取りそうですねタイトル可能性はあるな、うんまあ、一軍ではやっぱりじっくりもうちょっと下でっていうことなんですか今年一軍で。まあそうだな、うん、慌ててまあでもいい選手にはいい環境を与えたいしな、はい、だからそういう面では早いかもわからないけども、うん、まあ一軍の機会を作れればいいな。そうですね見たいですね、うん、山田にも味わわせてやりたいな一軍の景色を。もう5万の中で守ってこいみたいな。あ例えばですよ阪神やオリックスが今年例えばちょっと早めに例えば優勝を決めたとすると
そうなってくると、例えば一軍の試合で、まあ、消化ゲームの中で使ってみようよとか、そういう感じ、まあまあ、その雰囲気を味わわすというね、うん、そういうことが大切かもわからんな。そうですね。な、横山はバッティング、山田は守備っていう、守備で目につくっていうのはなかなかいないんだけど、いい間を持ってるな、うん、ルーキーでっていうところがまたすごいですね。本当な、うん、まあ、期待してるよ。そうですね、まあ、今回の発掘あるある選手はですね、はい、阪神の山田修也選手、はい、そしてオリックスの横山誠也選手をお届けしたんですけれども、はい、ぜひ皆さんの発掘あるある選手、こんな選手いますよというのありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると、うん、はい、ピックアップして豊さんが何名か、そうだな、はい、ここでお伝えしたいと。もうちょっと動画とか見ながらな、うん、はい、次第3弾も楽しみにしていてください。はい。